同喫煙防止の取り組みについての発表をいたします。このことについては私自身の昨年の市長選挙のマニフェストでも書かれておりますけれども、今回改正健康増進法の趣旨を踏まえ、本年7月1日から市施設での自動喫煙防止の取り組みを強化をいたします。具体的には第一に市の施設については原則敷地内禁煙といたします。第2に市職員の勤務時間内禁煙を導入するとともに、職員の禁煙に向けた取り組みの支援を強化することといたします。これらの取り組みにより市施設における自動喫煙をなくしたいと考えております。愛煙家の皆様におかれましては、幼い子どもさんをはじめ、さまざまな市民の方々、あるいは来会社の方々の自動喫煙による健康被害を防ぐという趣旨を何卒ご理解いただき、この取り組みにご協力いただきますよ